はい、メグバンドさんの、ビデオが結構撮ったやつが溜まっていたので、デモビデオっていう形で、ちょっと DVD を作成してみました。ちょっと見てください。はい、これはですね、今パソコンの DVD ソフトで再生するところです。はい。一応、ボリュームネームにも、メグバンドという名前で、ボリュームネーム、作成しています。はい。これはですね、チャプターは、7つのチャプターで構成されています。まず1枚目に、オープニングという名前と、特典映像。それと、ここから曲が始まりですね。このような形で、3つをチャプターで、構成しています。そして次のチャプターではまた3曲入っています。ここでちょっとミスがありますが、お許しください。そして3枚目ですね。このように1曲、トータルで曲としては5曲ですね、入っています。はい。そしてこのオープニングに流れている曲は、メグさんが歌ってる曲を30秒間、前後、約4秒ずつフェードインフェードアウトをかけています。そして、このバックで流れてる曲は、映像を再生しない限りは、繰り返しリピートで流れています。そしてオープニングには、そうですね、郷さんのギターをトリミングして、音に使っています。そして映像には、フィルターをかけているので、カラーから、モノクロに自然に移り変わるように、オープニングを作ってみました。そしてサムネイルですね。サムネイルはこのようにアニメーション化したものを使っています。ちょっとここでオープニングを、なかなか郷さんのギターもかっこよくできてると思います。ちょっと見てみましょう。はい。ここではですね、一応コメントを入れてあります。そしてあと注意ですね。この、写真はですね、歌う前に音合わせしている時の写真です。これから、PSD にして使っています。そしてオープニングから自然に次へ次へと順番に変わっていくように作成しました。もう一つの方法は、1曲終わると、チャプター画面に戻るような方法なんですが、この方法ですと次から次へ、かけっぱなしでいるときには、こちらの方が楽だと思って、こちらの方法を作りました。また、曲を選択した場合には、パソコンの DVD ソフトでもそうなんですが、ほとんどの DVD ソフトがそうなんですが、画面を右クリックしますと、このようにメニュー選択ができますね。タイトルやルートメニューという形で出てきます。タイトルメニューなどに行くと、このようにトップに戻れます。そして、好きな曲へを再生、クリックして再生するような形ですね。テレビのリモコンで操作する場合も全く同じことです。このような感じで、最初の2曲はですね、5月の19日、湘南台の、お楽しみ市ですね。ここで歌った、新曲になるのかな。この2曲を入れてあります。そして後半は、冬にですね、渚市でやって、たまたまその僕がその時も、海行って、その
めぐさんの映像を撮ったので、それを、3曲ほど追加して、曲は5曲ですね、5曲という形で、デモ DVD ですか、勝手にデモ DVD とか言ってますが、そんなような形で、作ってみました。はい、以上です。